それでは前回のおさらいからスタートします。スロットルを少しだけ握り、ハーフスロットルに固定します。そしてバイクを軽く押し出します。はい、そしたらできるだけ大きく走るように、このように少しだけ少しだけ、ハンドルをちょっとだけ切ります。このように大きく切ってはいけません。はい、スタートします。ゆっくりゆっくり大きな円を描きます。はい、大きな円を描いてください。はい、少しバイクが倒れそうになったら少しスロットルを開けます。少し早く走らせます。しかし大きく大きくこのように走らせてください。前回ですね、ここまで練習したと思います。慣れてきたらここから円の半径を小さくしていきます。はい、小さくしていきます。小さくして、はい、そしてもしバイクが今のようにこう倒れてしまったら、はい、もう一回倒れてみてください。倒れてしてしまったら、ステアリングを離してアクセルを開けます。半径を定めていきます。はい、もし倒れそうになったら、倒れて玉がこすってしまったら、はい、はい、手を離してアクセルを握ります。はい、そうするとバイクは起き上がります。応用すると止まっているバイクも簡単に起き上がれます。ハンドルから手を離してスロットルを全開にします。はい、このようにステアリングから手を離しスロットルを全開にします。それではスロットルを全開にします。はい、このようにバイクは進行方向に向かって約90度ですね、右側にずれた角度で、きれいに立ち上がっていきます。それでは、次に右に傾いているバイクに対して、ステアリングを左に切って、立ち上がってみます。それではスロットルを入れてください。はい、先ほどよりも、クイックに立ち上がることができます。では今度はステアリングを右に切って全開にします。はい、このようにバイクは立ち上がれません。ということは右側のガイドローラーが地面に接している状態で、ハンドルを同じ方向、ステアリングを同じ方向に切るとバイクは立ち上がってこれません。スタートして、はい、そしてステアリングを切ります。そして玉が接地してしまったのに、このままにしているとバイクは立ち上がれません。そんな時はステアリングから手を離します。はい、こうするとバイクは立ち上がって走っていくことができます。このようにバイクがスタートします。そして右コーナーで右の玉が接触したのに右に切っているとバイクはこのように立ち上がれません。そこでステアリングから手を離します。はい、そうするとバイクは立ち上がることができます。はい、それでは、今日のおさらいをいきます。はい、バイクがスタートします。このようにバイクがスタートして、もし半径が小さくなってしまって玉がこすったらステアリングからそうです離します。そしてこすったら離します。はい、こすったら離します。はい、今度反対側もいきます。はい、今度左側です。玉がこすったらステアリングから手を離します。玉がこすったら手を離します。このように玉がこすってしまったらステアリングを切り出すことなくステアリングから手を離してみてください。そうするとバイクは起き上がって走っていくことができます。はい、まずは今日のところですね、この感覚を十分に感じてください。